ハリール・スルタンは、ティムール朝の第二大君主。王朝の創始者であるティムールの孫で、ティムールの三男ミーラー・ンシャーを父に持つ。母のソユンベクは、ジョチウルスの王女で、ジャーニーベクの孫にあたる人物で、先父、ジャハーン・ギールが没した後に、ミーラー・ンシャーと結婚し、ハリーールを生んだ。 ハリールは1398年から1399年にかけてのティムールのインド遠征で軍港を挙げ、フェルガナの総督に任命された。1404年から実施されたティムール最後の遠征となる東方遠征には右翼軍の指揮官として参加し、タシュケントに駐屯していた。1405年2月にティムールは公軍中にオトラルデボし、シ、死の間際に、 ハリールのいとこであるピール・ムハンマドを後継者に指名した。ティムールが没した当時、ピール・ムハンマドはカンダ・ハールに駐屯していたために、彼が首都サマルカンドに帰還するには多くの日時が必要であり、ハリールはその感激をついてサマルカンドに入場した。オトラル近郊に駐屯していたティムールの甥スルターン夫妻はティムールが没した報告を受け取ると、サマルカンドに進軍し、 オトラルのティムールの側近たちは密集を送って、ハリールに、スルターン・フサインの阻止を要請した。ハリールは、財産の分配と引き換えに何人かのアミール、サマルカンド知事のアルグンシャーから指示を取り付け、アルグンシャーは、スルターン、フサイン、ハリールのいとこであるウルグベクラ他の王族に対して、サマルカンド入場を拒絶した。ティムールの遺言を遵守する、宣誓書を記し、 遠征の留守を預かっていたアミールの指示を得て、ハリールは1405年3月18日に首都サマルカンドに入場する。しかし、両親の咎め、あるいは新政権への不安から、サマルカンドのアミールの中にはハリールから距離を置く者も,も少なくなかった。宝石、貴金属が収められた長持ち、各国の貨幣が入った袋、中国の絹織物、ペルシアの絨毯などの、 サマルカンドの内情都市とに蓄えられていた莫大な財産がハリールによって接収される。そして、デュルクとモンゴルの監修に従って、ティムールの盛大な葬儀を執り行い、自らがティムールの後継者であることを強調した。サマルカンドに入場したハリールは、生前にティムールから後継者に指名されていた、もう一人のいとこムハンマド・スルターンの維持、ムハンマド・ジャハーン・ギールを、 クグツの藩に擁立する。ハリールは、ソフティムールが、チャガ大藩国のクグツの藩に対して取った手法を、踏襲し、ムハンマド・ジャハアン・ギールの名前で直令を発布する。一方で、貨幣や太とに、自身の名前を入れる。ハリールは、マーワラ・アンナフルを支配下に置くが、コラーサン地方を統治するティムールの四男シャールフは、ティムールの遺言を無視した行動に反発し、帝国は、 ハリールら、ミーラーンシャー一門を支持する派閥とティムールの遺言を、遵守するシャールフの派閥に分裂する。当初ハリールはアゼルバイジャンに赴任していた父のミーラーンシャー王座に迎え入れようとし、彼のもとに死者を送った。しかし、ミーラーンシャーは、シャールフの軍勢に阻まれて、ハリールに合流することができず、ハリールは母ソユンベアウの助言を入れ、 自らがティムールの後継者になろうと考えるようになり始める。他方、ティムールの遺言を知ったピール・ムハンマドは、マーワラ・アンナフルに進軍し、シャールフと合流した。1406年2月にハリールは、カルシ郊外の戦闘で、ピール・ムハンマドに勝利を収める。戦闘の結果ピール・ムハンマドの勢力は、バルフに交代し、翌1407年2月にハリールは暴略を用いて、 ヒール・ムハンマドを殺害した。ハリールは、アシー・ムサイ・フッティーンの妻シャーディ・ムルクを日に迎え、彼女を超愛した。国政には、シャーディ・ムルクの意向が強く反映されていたと言われており、シャーディ・ムルクは、自分が気に入った身分の低い人間を徴用し、ティムールの側近、未亡人、側室に敬意を払わなかった。 ティムールの遺言に背いた行動を取るハリールら、ミイランシャー一門から離反する人間が増え、また基金によって民衆の不満も高まっていた。東北部では、ジャライル部族のシャイフ・ヌールティーンが、モグーリスタン半国の有力者ホダアイナードと同盟して反乱を起こしており、オトラル、タシュケント、ホジェンド、アンディジャン、スイグナクなどの地域が反乱軍の手に落ちる。 オトラルトスイグナクなどの西部地域は、シャイフ・ヌールティーン、アンディジャンなどの東部地域は、ホダー・イダードの支配下に置かれ、ハリールは数度にわたって遠征を実施するが、不成功に終わる。ホダー・イダードは、シャールフと連合して、ハリールを攻撃し、1409年3月に、ハリールは、ホダー・イダードの捕虜とされる。ハリール捕獲の報告を受け取ったシャールフは、マーワラ・アンナフルに向かい、 1409年5月13日に、主が不在のサマルカンドに入場した。シャールフの即位後、ハリールはイランの霊の総督に任じられた。1411年にハリールは認知の霊で没し、彼の死後に、シャーディ・ムルクは探検を首に突き刺して後を追ったと伝えられている。他、指名不詳の日が数といた。ありがとうございます。